こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームトウさんからになります。トウさん、ご投稿ありがとうございます。それでは投稿内容を読んでみたいと思います。天心様こんばんは、トウです。100回記念おめでとうございます。めでたいこと続きですね。早速応募させていただきます。新年の動画も素晴らしかったので楽しみです。取り上げてほしい投稿内容は、自殺をすると守護霊さんも連帯責任で困る、生きる希望を与えるものとはでしょうか。重いですね。ちょっと仲間内で話題になっていて、今は私はそこまで落ち込んでいないんですが、皆さんも一度は考えるかなと。あと社会的に芸術とかロマンとか蔑視して効率利益に走ってしまって、魂が生き生きとしていられない世の中だと思うんですね。それに対して天界の存在たちはどう考えているだとか、もっとライトな話題があればよかったんですけど、さっと出てきませんでした。すみません。それでは次回の投稿も楽しみにしています。いつもありがとうございます。ということでご投稿いただきました。トウさん、ご投稿ありがとうございました。いくつかの質問がですね、複数入り込んでると思うので、ちょっと一つずつお話ししていけたらなと思うんですけども、まず最初に、自殺をすると守護霊さんも連帯責任で困るということなんですけども、自死自殺という、テーマ、ちょっと重いといえば重いんですけども、結構そのキリスト教なんかではですね、自殺は禁忌とされていまして、もう自殺したら天国行けませんと、あと自殺したらその厳密なカソリックとかね、教会ではそのお葬式やってもらえないとか、そういうちょっとペナルティみたいなものがあったりとかするみたいなんですね。だから一般的にその自殺は罪っていう、意識がまずあると思うんです。じゃあ自殺は罪なんでしょうか。確かに自殺というのはよろしくないですよ。いいか悪いかで言ったらば、よろしくないというのはその、いいことではない、基地ではないですね。基地になることではもちろんない。できればそういうことがない方がいいわけですよね。だけども、それはイコール罪なのか、その人の罪なのかっていうね、話なんです。でこれはスピリチュアル的に言えば、別にその命を絶つという行為が罪だから問題だというよりは、その時の境地ですね。やっぱりその生き生きと健康的に生きて、それで希望にあふれて幸せに生きてる人が急に死のうとか思わないわけですよ。ね。そういう場合は、普通はもっと生きよう、もっと生きて、もっと素晴らしいことを体験したい、あるいはもっと素晴らしい 体験をね、他の人にもしてもらおうとかね、どんどんこう発展性があると思うんです。だから、どうしてもその自殺を考えてしまったりとか、してしまうというところまで行ってしまう場合は、かなりメンタル的にこう病んでたりとか、あるいはその霊波動も下がり切っちゃってる時だと思うんですね。もちろんその、これに関して命というものは非常に複雑でして、天命ね、命数というものがありましてね、それによってその人それぞれの寿命というものがありますから、その寿命のサイクルの時に霊波動が落ち込んで、結果的にそのいろんな悩み事を抱え込んでいて、で自死という形で結末として、その命数が尽きるというタイミングでそうこの世を去ってしまうというケースもあります。なので簡単に言うと、その自死自殺イコール罪ということではないんですよと。ただしその時の境地というのが下がってるから、それはやっぱりスピリチュアル的に見た時に霊界でネガティブに働いてしまうので、それはやっぱりそのよろしくないですよねっていう。だからよくすごく罪だっていう意識が強いんですけど、罪とは違うということです。
だからもちろんそういう選択を迫られてしまったね人にもそのやっぱり言い分はあるでしょうし、ね、逆に言えば辛かったんだからそれは救われなかったというかその、ね、盛り返せなかったというのは残念なことかもしれませんけども、まあ、罪ではないですね。そういう意味では、ね、いわゆる宗教でいうような罪とは違うと。だから責めるようなものでもないしっていうことを考えるならば、別に守護霊さんがそれに対して連帯責任ということではならないんですね。別に守護霊様というのは義教心で守護しているわけですからね。だから別になんかこの人が亡くなってしまったから守護霊様がお前何やっとんじゃ、ね、ペナお前の現場監督行き届きが悪いからダメだね、そういうことでなんかすごい責められるってことはない。守護霊さんはいつも、ね、全力ですけどもね、その人がその勝手にって言ったらあれですけど、霊波動が下がりきっちゃってる時にはやっぱりその人の持ってる カルマって違うんですね。いろいろカルマっていうと、まあネガティブな意味だけではないんですけども、こう積み上げてきたものがそのネガティブなものだと、そのネガティブな波動に持ってる霊界にぐっと引っ張られて、でそういう決断をしてしまうという場合があるので、それは守護霊が止められるかっていうと止められない場合、まあ止めようとしてますよ守護霊様は、うん、いつでもね。だけどももう難しいという場合もある。だから守護霊さんがよく言うんですけど、守護霊さんがついてるから何でも大丈夫なんだっていうことじゃないんですね。やっぱ本人の意思って大事なんで、それが一番大事なんで、守護霊様はバックエンドの存在なんでね、こう応援はしてくれます、支援もしてくれます、時には先導に立って導いてもくれることもありますが、それをどう生かしていくのか、それにどう乗っかっていくのかというのは本人次第なんです。だから全ての責任はやっぱり自分にまつわる全ての責任は自分にしかないんですね。だから守護霊様との連帯責任というのは本来ないです。だから守護霊さんが困るっていうか悲しみますけどね、やっぱりあもうちょっとね盛り返してね、また別の選択肢を選んでくれたらよかったのになというね、いうふうに思う守護霊様もいるでしょうし、うん、だから悲しんだり残念に思うことはあるけども、困るっていうのはちょっと違うんですね、うん、なのでまあそういう意味で変、そういう意味で我々が意識するような連帯責任というのはありません。でもう一つは、生きる希望を与えるものとはですけども、これはまあ生きる希望を与えるものっていうのはもう何でしょうね、事柄は人それぞれ違うと思うんですよね。例えば子供がいて子育ち中なら、子供が立派に育つまでは死ねないっていうのが生きる希望になるかもしれないし、あるいは夢があって自分は将来なんだろう、ね、すごい有名な俳優になってね、行く末はハリウッドに進出したいっていう夢を持ってたら、それが希望になるわけじゃないですかね。あとそうですね、まあ普通に単純に今の生活の中で喜びを見出していくね、日々いろんな楽しいことがあって、あ自分の趣味を持つとか、そういうことも希望になるわけですよね。でもそれは事柄はみんな違っていますし、事柄っていうのはまあその人のね意思によって変わってきますから、もう毎日なんかね、わからないですけど、羊羹食べてお茶飲んで、ああ美味しいな、今日も平和だな、幸せっていうのがで満足しちゃうというか、満足的な人は別にそれでいいかもしれないし、でもあこんなになんかお茶なんか飲んでお菓子食べてぐうたらしてる自分は何なんだ、こんなんで生きてる意味があるのかとか言い始めたらね、もう希望がなくなってくるわけですね。かこんな生活が続くなんてもう人生おしまいだ。だから結局希望っていうのは本人次第なんですね。本人がその現実というものの解釈を、まあ、任されてるわけですからね。だから明日いいことある、明日いいことはない、明日はひどいことがある、ね、どっちの可能性もあるわけじゃないですか、ね、明日という日は来てみないとわからない、ね、蓋を開けてみないとわからない、
中に入っているものは何であるかわからない。だけどもその中にきっと素敵なことがあるんじゃないと思うのか、きっと嫌なことが起こるに違いないと思うかによって希望があるかないかって決まってくるんですね。だから本人が決めてるんです。希望を与えるものじゃないんですね。ものは何でもいいんですよ。もう 何でもいいんですよ、うん、絶対に、私は、ね、億万長者になるまで死ん、ね、絶対に成功するまでやるんだとかね、でもいいですし、ね、別にそれがその事柄がどう評価されるか別として、生きる希望としてですよ。私は医者になって、ね、100万人の人を救います、ね、そしてもう、ね、医学界のね伝説の医者として名を残すんだとかね、実際それが成就するかどうかは別にして、その方向性が必ずしもね、ピントの合ったものかどうかは別にして、そう思いが自分であって、できっとそれはできるし、それに向かっていく日々は素晴らしいんだっていうふうに自分で思えれば希望はあるわけです。だから希望を持てるものなんていうものは本当は存在しないんです。ものは何でもいいんです。そういうことですね。だから何か希望を与えるものがあると、外部的にそういうものがあると思っちゃってる人は危険ですね、逆に。どんなものでもね、3日も見てれば飽きますからどんなに素晴らしいと思ってるものでも3日も眺めてたらなんかつまんないものに見えてきたりすることもありますから、そうじゃなくて自分の中の意思を喚起していく、これができるかどうかが、まあ、生きる希望を持てるかどうかってことだと思うんですね。だから世の中なんてくだらないよって思ったらくだらないし、世の中なんてっていう言い方をした瞬間にもうなんかちょっと、ああ嫌だなって、問題があったらそれを変えていけばいいんだっていうふうに考えたら生きる希望が湧いてきますよね。だから解釈の力、咀嚼力プラス解釈、そこに意味を与える力、これをまあ培っていくと生きる希望というのは湧いてくるかなと思いますね。まあそんな感じですよね。あとはそうですね、あと社会的に芸術とかロマンとか蔑視して法律利益に走ってしまって魂が生き生きとしていられない世の中と言っておられますけども、まあ、これに関して天界の存在がっていうことなんですけども、まあ、これももうちょっと関連してますけども、別に芸術とかロマンは蔑視されてないと思うんですね。ただし、まあその、なんていうんですかね、多くの人がその経済的なこととかね、まあ、国とかもそうですけども、経済効果みたいな。で経済的な成功というものがまあそのゴールとして持っちゃってて、あまりそのお金にならないこととかそういった具体的な利益とかを感じられないものにからはまあこうちょっと関心が薄いという状況ですよね。っていうのはまあ確かにあるといえばあるんですけども、うん、別に世の中ってまあ、流れはまあそうなのかなという気もしますけど、な天界の存在たち、まあ、要は守護霊とか神霊とかね、まあ、神仏とか だと思うんですけど、そういう存在はどう思ってるかというのは別にどうも思ってませんね。どうも思ってないというとちょっと言い過ぎなんですけども、うん、世の中に対してとかねいうのはもうその、まあ、次元層のによって違いますけども、まあ、守護霊様に関して言えば、まあ、以前もちょっと話したかもしれませんけどね、似たようなこと、その人の魂がどう輝くかっていうことしか考えていないので、うん、現実がどうであれお前はどうするんだっていうことしか考えてないわけですよ。守護霊様はあなたはどうするんですかと、うん、あなたも一緒になって経済効率とかでお金お金お金とか、うん、現実的な物質的なものを追い求めるんですか、それとも自分の本当にやりたいこと、自分の感性というものが豊かになるものもやっていくんですか、それはあなた次第ですよっていう立場ですから、天界の存在たちも別にけしからんみたいなことはね、基本的に高い次元のに行けば行くことを思ってないですね。まあまあそんな感じだよねっていう、うん、まあどうするの君たちっていう感じですね、うん、守護霊はどうするんだ君っていう感じならば、高い次元になっていくとどうすんの人類、どうすんの地球の皆さん、どうすんの宇宙の太陽系の皆さんとかね、
どうすんのこの宇宙の人たちはっていうね、そういう感じですね、うん、強いて言えば。だから別にもう経済とか言ってないで芸術やりなさいとかね、そういう具体的なことはあんまり言わない。もちろんその低次元層のね、いわゆるその霊物とかねいう次元の、まあいわゆるいうところの神様ね、あの民族学的でよく担ぎ上げられているような、あのまあそのご利益がいっぱいあるようなね、神様は亜生恒生っていうことを言うかもしれないけども、高い次元のね、天界っていうのが高い次元のことを言ってるんだと思うんですけども、高い次元の存在はおそらく何にも思ってないです。あの何にも思わないっていうか、その、うん、君たちどうするんだいっていう感じですね。まあかそんな感じで、まあご回答というかテーマで話してきましたけども、まあそうですね、まあこの中で一番私がやっぱり面白いなと思ったのは、守護霊さんも連帯責任で困るっていうのがやっぱり面白いなと思いましたね。うん、別に連帯責任ではないですけども、まあ確かにね、あの守護霊様もかなり親身になってやってくださる存在であるので、うん、あの自分ごとのように、まあ、感じてくださってるということはまあ間違いないかなとは思いますけども、まあ責任の所在は皆私たち個々人にありますよ。もちろん守護霊は守護霊としての使命があって、その使命における守護霊の責任というのは自分の中にありますけどね、責任というのは個々のものですからね、本来連帯っていうのはないんです。で連帯責任っていうのはその、まあ、現実の現世の中の、まあ、概念というか考え方ですね。全ての責任は自分にしかないんですということです。ということで今回ご投稿を取り上げさせていただきました。ご投稿ありがとうございました。ということで今回守護スピラジオお話を聞いていただいてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、守護スピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回の守護スピラジオでお会いしましょう。さようなら。